るんですが、どうしたらいいでしょうか。信じればいいんじゃないですかね。信じてもフラットスティック治らないんで修理することにしました。これは UV で固まる液体プラスチックです。付属の UV ライトで照らすとなんと4秒で固まります。ではフラットスティックの裏側のネジを外していきます。いろんなネジの大きさあるんで気をつけてください。外すとこんな感じになってます。早速修復箇所を発見しました。板状のものが割れています。基板を外して中を見やすくします。破損箇所はこの板みたいなやつが折れている状態です。4箇所のネジを外していきます。分解して取り出しやすくしていきます。ケーブル切断しないように慎重に分解していきます。スティックを引き出してみると固定部が根っこから折れてました。4本中3本折れてます。割れた板状のものから修復していきます。UVライトで硬化させます。4秒で OK でした。で白い蓋をかぶせた状態で位置決めをしてから1回仮接着します。でこの白い蓋を外して液体プラスチックをさらに周りにつけて補強していきます。紫外線ライトで同様に硬化させます。この作業をいっぱい繰り返して大体こんな感じになってきました。ネジはなくさないように注意してください。食パターンでどんどんネジを取り付けていきます。基板取り付けます。基板はネジに2つで固定されています。分解ついでに接点復活スプレー使ったら良かったです。逆順でネジを取り付けていきます。ここはちょっとちっちゃいネジですね。次はスティック部分を組み立てていきます。こう差し込み口みたいなのがあるのでそこに差し込んでください。ケーブル切断しないように注意して。でこれは用コントロールオンオフするパーツなんですけど、これをこの穴に差し込んでいきます。これは現在固定された状態ですね。この場では一回外れると変な形になるんで、ちゃんとこの形にしてください。ちょっと緩く組んでからパネルはめ込んでいきます。あとは4本ネジで締めて完成です。